では合唱団の方にもお話を伺います。バスパート担当でこちら団員代表の村上直樹さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。団員代表ということですが、村上さんは、普段は何をされているんですか？はい、私は福島県立田村高等学校の、音楽教諭として、はい、普段は生徒に音楽を教えております。はい、今回どうしてこの合唱団に応募しようと思ったんですか？はい、10年前に60周年欧州派遣合唱団というのが、はい、福島県の合唱連盟の企画であったんですが、その時私は中学生で、はい、新聞でちょうどお正月くらいの新聞でそれを見たんですが、はい、僕は参加できなかったな、10年後こういう機会があったらまた行きたいなというふうに、その学生の頃から中学生の頃から憧れを持っていて、正直言うとちょっと忘れかけてはいたんですが、はい、その70周年今回の企画がポンと出たら、あ、前憧れてたこれがもう自分が応募できるものとしてまた企画されているんだということで、これぜひ参加したいなというふうに思いまして参加させていただきました。その中学校の頃から60周年のを見ていたということですが、合唱自体はいつからやってらっしゃるんですか？はい、小さな中学校であったんですが、中学1年生の頃に合唱部に入りまして、はい、そこが一番最初ですかね。そのずっと大人になっても、合唱を続けて、そして今は生徒さんに教えているということですが、それだけその長い間合唱をやってこられるっていうのは、その合唱ってどういう魅力があるんですか？うん、そうですね、もちろんその音楽をみんなで作り上げていくだとか、あとはもちろんその合唱曲それ自体の魅力ももちろんあるんですが、はい、やっぱりやっていて人と人とが、2人以上、はい、集まらないと合唱っていうものはできないんですよね。でその音楽を一人でする、私その、音楽系の大学に進みましたので、自分一人で音楽を深めるっていうのもありましたが、はい、必ず大勢の人で一つのものを作り上げるっていうのは、合唱ならではだと思うんですね。そういう魅力に惹かれて、今は生徒にも伝えてますし、はい、自分自身でもそれを続けていきたいなと思って、やっております。はい、そして今回のこの合唱団の特徴というのが、下は、高校生から上は社会人までと年齢がとても幅広いなと思うんですけれども、そういった点でその団員の代表としてどんなふうに感じますか？そうですね、今も申し上げたんですが、やっぱりいろんな人が集まる、その世代、若い人たちが集まってますが、はい、高校生、あとは社会人としても働いてらっしゃる方、もういろんな人たちが集まって、本場のヨーロッパにも行って音楽ができるというのは本当に幸せな団だなというふうに思っております。はい、ではこれから約1年こうやって活動して来年の3月に臨むわけですが、どんな合唱団にしたいですか？そうですね、もちろん素晴らしい音楽を演奏する団に練習を積み重ねてしっかりなっていきたいなというふうにも思っていますし、その今回の団が、来年 の, そのヨーロッパ派遣が終了してからも、続いたり、あとは一人一人が自分の本来いる場所に戻った時に、今回の企画で経験したことがその一人一人がいる場所でまた新しい、なんて言うんでしょうね、合唱の輪を広げていくとか、合唱の魅力が他の人に伝わっていくとか、そういった、合唱団としてももちろん、あとは一人一人の合唱経験の一つの大きなものになればいいなというふうに思っております。はい、ありがとうございます。では最後にもう一つ、来年に向けての意気込みを教えてください。はい、月1回という本当に少ない練習期間なんですが、一人一人がしっかりと取り組んでおりますし、本当に情熱を持って合唱に取り組んでおります。
短い時間を、まあ、本当に充実させなければならないなと思いますし、それを通してあのいい音楽を、あの日本の人たちももちろんそうですし、ヨーロッパに行って、はい、ヨーロッパの人たちにも感動を与えられるような、うん、そんなあの活動ができたらなというふうに思っております。はい、本当に1年後がとても楽しみだなと思いました。どうもありがとうございました。ではテノール担当の、合唱団の方にもお越しいただきました、久保田俊樹さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、久保田さんは今、学生さんでいらっしゃいますか？はい、東京の大学で、歌を勉強しております。東京の大学ということは、毎回じゃこの練習のために福島に帰ってくるということですか？そうですね、毎回前日とかにバスとかで帰ってきてますね。はい、で今回あのこちらの70周年事業の欧州派遣の合唱団なんですけれども、こちらに応募したきっかけというのは何かありますか？そうですね、僕が中学校に入るちょうど直前くらいに、はい、今回の70周年記念の前身の60周年記念 の、 そのユース合唱団ができて、それ僕ももう少し年上だったらそれに入れたのになっていうことをその時思っていて、今回その70周年の授業があるっていうことで、あ、じゃあ絶対に受けてみたいと思って受けさせていただきました。じゃあやっぱり10年間ずっと思いを温めてきたということですか？そうですね、本当に見た時に、あ、これは今受けないといけないと思いましたね。そして、東京の大学に通われているということですが、合唱自体は何年間ぐらいやられてるんですか？そうですね、小学校の時からやっているので、もう10年以上やってることになりますね。その楽しさってどんなところにありますか？そうですね、なんだろう、普段こう人とただ話してるだけでは、うん、なんだろう、つながりきれてなかった部分があるけども、一緒に歌うことでそのより人と心でつながることができる、そういう感覚にさせてくれるのがやっぱり一番の魅力かなと思います。で、あの今回この欧州派遣で先ほどお伺いしたら15曲程度歌うというふうにお伺いしたんですが、15曲も覚えるのって大変じゃないですか？いや、本当大変ですね。毎回の練習でもうどれだけ記憶に残していけるかと思って頑張っています。皆さんで集まるのは月1回ですけど、やっぱり個人練習というのも普段してらっしゃるんですか？そうですね、やっぱりこの1ヶ月に1回なので、その一つ一つの練習をその有意義にできるように準備をおのおのして臨んでますね。はい、ではあの最後に来年に向けての意気込みを教えてください。はい、なんだろう、このメンバーでその歌えるそのチャンスはそんなに多くはないので、うん、その1回1回をお客さんといい時間を過ごせるようにするために一回一回の練習を集中して頑張っていきたいと思います。はい、どうもありがとうございます。お名前をお願いします。はい、ソプラノパートの落合睦美と申します。落合さんは現在社会人なんですよね？はい、社会人2年目です。はいはい、社会人になっても合唱を続けてらっしゃる？はい、私自身は朝霞連盟高校の出身なんですけれども、はい、そちらの OGOB 合唱団のコーラルアウローラという団体で、所属して活動させていただいております。今回この合唱団に応募したきっかけというのは何かありましたか？はい、実は、中学校2年生の時に、60周年の公演がありまして、そちらの方を文化センターで記念で演奏されたのを聞きに行ったりとかして、その時にはまだ年齢に入っていなかったので応募できなかったんですけれども、すごく素敵だなと思っていて、今回70周年のお話を伺って、ぜひ自分の今までの合唱人生の中のこう集大成ではないですけれども、すごく大きなイベントとしてこうぜひ参加させていただければなと思って応募させていただきました。本当にじゃあ10年間のこの夢が今まさに叶っている状況なのかなと思うんですが、その合唱をずっと続けてこられていて、合唱の魅力って何ですか？はい、私は小学校4年生からずっと合唱を続けているんですけれども、もちろん小さい時は歌が大好きだなとか、こう友達といろんな曲を知れて楽しいなとか、そういうふうな気持ちでいたんですけれども、こう年を減ることによってこう周りの
聞こえてくる音も違ってきたりとか、はい、あとは自分でもっと追求したいって思えるようになったりとか、やはり音楽にはこう果てがないというかゴールがないので、そこをこう突き詰めていけるところももちろんそうなんですけれども、合唱はやはり一人ではなくていろんな人との音楽をすることができて、いろんな人の声と音楽性と全部があって、それでこう一つの音楽を作っていくことがすごく魅力的だなと思います。はい、いろんな人と一緒に作り上げるというふうにおっしゃっておりましたが、今回のこの合唱団も本当に年齢の幅が広くて、下は15歳の方もいらっしゃれば社会人の方もいるということで、その皆さんメンバーバラバラの年代だと思いますが、そういった中であの活動するというのはいかがですか？そうですね、なかなかこう学校にいたりとか、そうするとこうあまりこう接点のない人とか、すごく幅の広い活動にはなると思うんですけれども、団員の雰囲気としてはとても最初のうちはやはり緊張して、あの同世代の子たちとかと喋っていたんですけれども、今はすごくあのパート内であったりとか他のパートの人たちとも今はすごく交流ができていて、お話をすることができたりとか、これからまた音楽についても話し合っていけたら、すごくいい合唱団として3月に完成するのではないかなと思います。はい、では最後にその来年の3月に向けての意気込みを教えてください。はい、先ほども申し上げたんですけれども、今までの合唱人生のこう集大成となるようなすごく大きなイベントなので、自分自身としてもすごく大事にしていきたいんですけれども、あの周りの人と音楽を作っていける喜びを一回一回かみしめながら、こう一生懸命音楽に向き合っていきたいなと思っております。はい、ありがとうございました。お名前は、お名前をお願いします。はい、大戸遥香です。パートはどちらになりますか？はい、アルトパートを担当しています。大戸さん、あの制服を今日着てらっしゃるんですけれども、中学校の制服ですか？はい、そうです。ということは中学生、次の春で高校生になります。はい、そうしますとこの合唱団の中では一番最年少ということになりますか？はい、そうです。あの結成されて1月に結成されたと思うんですが、約2ヶ月経ってみて、あの他の団員の方との交流というのはどうですか？はい、同学年の人もいたり、あと ほとんどが先輩方なので、すごい楽しくいろんな話をしながら音楽についてたくさん学べる機会なので、すごいいいと思います。でこの70周年記念事業の合唱団なんですけれども、応募したきっかけというのは何かありましたか？はい、同じ学年の人たちだけでなくて、たくさんの社会人の先輩方などと一緒に一つの音楽を作り上げることにすごい大切な、たくさん学べる機会があるなと思ったので、いろんな音楽の技術を学べるように、はい、応募しました。じゃあ本当にまさしくぴったりの合唱団だったというわけですね。はい、そうです。はい、でその選ばれた時、そのオーディションで選ばれたと思うんですけれども、選ばれた時はどんな気持ちでしたか？はい、頑張って今まで中学校でも合唱をやってきたんですけど、その練習の成果を出し切って選ばれることができたので、これからもまた頑張っていこうというふうに、すごい頑張ろうっていう気持ちになりました。そうですね、4月から高校で新しい生活も始まって、でこの合唱団で本当にあの新しいこと盛りだくさんでという中だと思うんですけれども、これから1年間合唱団があります。そんな中で来年に向けての意気込みというのを教えてください。はい、福島の人たちだけでなくて、世界中の人々がたくさんの音楽を知っていただいて、日本の音楽をいろんな人に知っていただけるように、これからも頑張っていきたいと思いますし、自分の技術も向上させられるように頑張っていきたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、すみません、もう一個最後にお聞きしたいんですけど、はい、将来の夢は何ですか？将来の夢ははっきりと決まってはいないんですが、音楽の仕事に携わっていけたらいいなと思っています。ありがとうございます。ではありがとうございました。ありがとうございました。